はい、こんにちは、ケンです。ということで、今回は、人狼ジャッジメント、猫股で、市民一、人狼一、占い師、霊能師、彼女一、王子一、パン屋一、ね、狂信一、猫股一、呪われ一、黒猫一、新聞配達一、一途な人狼一。これ、フルオープンルームっすね。はい。これ、事実上のフルオープンルームになるんですけど。あ、でも、市民一のところかな。市民フルオープンさせてもいいよね、別に。うん、それでもいいぐらいだな。これ多分フルオープンしたら勝てるよ。相当打ち合わせしないと無理だな。相当打ち合わせ人狼側が頑張ったら、まあ、ワンチャンいけるけど、今のうちからフルオープン打ち合わせしないときついよね。ちょっと、もう、フルオープンルームですけど、どうですかって提案してみるか。多分。それで行きましょう。はい、やっていきまーす。おはよう。はい。ということで、提案。提案するか。提案。フルオープンしましょう。かっこ唐突。いや、そうでしょ。もうこれフルオープンでいいでしょ。ダメかな。カミングアウト。絵は白、トーマ白、フェイ白。カミングアウト。あー。え？3出る。あ、俺、狼出たな。霊能出さなくていいのか。ドラレバ終わりか。黒猫がなぜか出たか。霊能伏せる意味って何？ね、命がけの周囲されるから。いやいやいや、一途な人狼、殺した場合は、いや別に無限に噛んできても、一途襲撃来てもよくね？結局、一途も死ぬやん。役職かけなしですよ。いやいや。いや別によくね。提案良いですか？皆さん。かっこ。唐突。市民助別に怖くないです。理由どうぞ。サンドラ別にフルオープンするデメリットなくないですか？ギドラするくらいならもうフルオープンすべき。というか、今日市民、するつもりですか？サンドラ・フランクは。延長希望。回避どうするつもり？今日市民つんの？フランク・サンドラ二人に、二人に聞きたい。市民どうすんの？市民を釣りたい。今日市民釣るってこと？今日市民釣るって日なの？釣る日なの？全部回避したら、結局、市民釣りになるんですが。それするぐらいなら、今の段階で、フルオープンの方が強い。まあ、ルールにあるので、強制はしませんが、サンドラ・フランクが反対したことは覚えておきます。何？回避位置とかないでしょ？フルオープンでいいと思うよ、俺は。噛まれて何になるの？市民とは噛ませてよくないか。ぶっちゃけ市民とは噛ませてもいいよね。1、2、3、4、5。まあ大丈夫でしょ？俺フルオープンだな。フルオープンしないなら、しないで、回避祭りになるから、さっさとやろう。延長希望。さっさと指定しないと、絶対時間足りなくなる。ちなみに、回避祭りの方が、人狼有利です。指定は200までにやってほしいです。
もう誰でも良いレベルですよ。同世界火祭り。うん、もうさっさとやるべきだな。200までに指定だ。200までにもう決めないともうアウトだぞ。結局。サイクロサンドラかな。進行論とか、ここまで来て進行論か。トーマス、どうせ回避発生する。早く決めさせろ。アンナ行きます。アンナ回避はよ。あー、市民釣っちゃったな、これ。これ市民釣っちゃったね。カミングアウト。別にクロスでもいいけど。いやー、クロスいらんくね。どうクロスさせんの。ここ決め打たないなら、もう、フルオープンの道具だよ。これ、やばいことになるよ。ここ、決め打たないなら、もう、フルオープンと、同じこと、してる。決め打つべき、指定するなら、ぶっちゃけもう、だから決め打てないんだよね、もうここで。そもそも、ここで、材料不足すぎて決め打てないから、まだ、フルオープンの方が、マシだったって話なんだよね。さっさと、いや、これ、J、遅すぎるで、もう。もう J 遅い。J が遅いので、これもう、決め打ちですね。まあこれ進行早くできるんだったらフルオープンじゃなくてもいいんだけどな。もうダメだな。もう多分無理だ。猫股出さないと負けるよ、村。サンドラ、わかる。言ってることはわからんでもないけど。いや、狼は、占いでも神だよ。全体のライン、流れライン、トーマス、フェイ、エマ。猫踏んだらわかるんだって、新聞で。死をさせる理もないでしょ。何がしたいの。サンドラ黒猫じゃねえかこれ。狼は、占い噛んでくださいね。あんな釣りなら。あんな黒ならね。というか、サンドラがひねこすかしまくってることに意味がないんだよな。これ J はアンナ貫通。フランクは噛まれません。なんだこいつ、何言ってんだ。いや、普通にあんな狼ならグレー抜かんでしょ。一途って狩人の守り先抜いたら死ぬんだよ。分かってないんじゃねえかこれ、仕様。襲撃成功したら死にますよね、これ。なんか、分かってなさそうな人、
いたらやばいので書きます。一途は狩人の守り先抜いたら死ぬので気をつけて。あ、ダメだ、言えなかった。通常殺せない相手の襲撃に成功した場合、一途の人狼も一緒に死亡してしまうんですよね。なんで分かってなさそうだな、これ。これサンドラがフランク抜かれないとおかしいよね。相当ひねこ出してるから、猫じゃないっていうのすげえ出してたから、サンドラは噛まれないとおかしいんだよね。サンドラないしフランクのどっちかは。いやー、これジェイ抜かれるかな。あ、抜かれたね。まあフランクは黒だったと。まあこうなるんだよな。フランク釣りっすかね。やっぱフルオープンここででもいいから、もうやった方がよくないか。もう無理だぞ。はい、フランク釣り。フェイシーのマリア黒。ほぼ意味ないんだけどな。もうちょっとフランクさんきついっすねこれ。あんな新置きしてフランク釣りでいいんじゃねえかな。フランクで言うわ。あー、フランクサンドラ守りの理由は、延長希望。ヒュー320ミスってるしな。マリアなんもないんしょ。とりあえずフランク釣りからじゃねえか。塩ないの？塩は？もう、マリアダメだな。マリアもうダメそう。カリウドローラ優先でよくない？ないよ。市民出そうぜ。市民出そうぜ。確定するんじゃね？これで市民もう一出たら。はい、フルオープンしよう。カミングアウト。ちょっと意味ねえんだよなこれ。130で残りしよう。カミングアウト。あー、サンドラがやっぱカミングアウト。はあ、なんだこいつ。サンドラに火猫つけてる。呪われクリス。ん？てか、もう CO しないんすか？エマとトーマスは。マジで、なんなんだ一体。エマはなんもないわけね。やばすぎんだろ。エマ人外ね。すまん、落ちてた。え、出たくないって、トーマス、ルール把握大丈夫か？出たくないってどういうことだ？いや、つけないの話はないんだよな。この部屋ってそういう、エマ CO の、CO して、役職。まあ、ダメだな、これ。ダメそう。エマ人外確定だな。確定ってことで。で、あとは、クリス・サンドラ、マリアの中に一人外。
うん、どうするかな。これカリエドロラした方がいいんじゃねえか。カリエドロラしてあげた方がいいんじゃね。ギール・フェイの頭の占い新規お願いします。はあ、エマ相方は、エマ相方死んでないの。人、相方アンナですまんね。おー、出なきゃ出ない。まあラッスルドは信じてくれ。ラッスルフ泣くね。っていうか占い黒かどうかなんで、もう何も分かんなくなったんだよな。何も分からないな。占い黒じゃないやろ。つかエマさ、エマ普通に黒猫説ない？ロディ破綻だよな。少なくともロディ破綻か。これ、シンだったらロディ破綻だな。てか、エマ黒猫なら、ロディ黒は絶対ない。破綻させてるようなもんだし。は？これ、ロディ黒なんじゃね？ヒューはギー確定ね。フェイ白、マリア黒か。エマ白、フェイ白。まあそうだな。人外連れてるか分かんないんだよな、これ。これ相当難しいぞ、これ。ロディ釣りで、三日守りで、狐溶かせばよくね。よくないでしょ。フランク狐説、すげえあるよな。いや、別に、あんなフランクでの決め打ち微妙くね。そもそも J 守りしてないの臭すぎるし。普通にフランク釣りでよくね。うん、つかフランク、つかロディ、シン、エマ、黒猫だってあるからね、別に。占い黒ケース。ヒュー釣りか。10秒前。フェイどうする？は？いやストップ。ダメ。それならヒュー釣りの方がマシ。エマ人狼シーンとか。30秒前。ヒュー釣ろうぜ。ヒュー釣らね。
9行こう。サンドラの変えるというか、そもそもボディ指定がわけわからん。別に破綻してない。あ、俺かよ。いや、これ相当やばいな。やっぱもうフルをしてない時点で微妙すぎるんだよな。別にロディ破綻してないからね、これ。エマ黒猫じゃないっていうのはこれで判明したから、エマ黒説がかなり濃厚になったんだね、これで。まあ、キツネはないだろ、さすがに。まあ、そのミカと、ミカがエマ占いするのがベストだけどね、ここで。で、黒確定させたいよね。ミカがエマ占いすべき場面。これで黒猫がもうちゃんとヒューで分かったから、ミカがエマ占いすれば、エマがキツネっていうケースはなくなる。まあ、キツネが人狼しようってわけわからんけど、ないわけじゃないよね。ミカ占いで、エマ占いいいと思うけどな。で、エマの人狼確定したら、どこすればいいかな。ああ、よかったね。サンドラ噛んでもらって。最高じゃん。これはいい紙。だこれ呪われ釣りたいところだな。てか、エマが溶けてない。一体どこ占ったんだ、ミカちゃん。ミカちゃん何占いだ。てか、キツネ溶けてないな。ミカ何占いしたんだ。これ全然フルオープンが良かったよね、初動で。ミカちゃん普通にエマ占いする場面だと思うんだけど。何占ったのこれ。フランク占ったの。フランク白。え、そっちか。あ、まあ別にいっか。これエマキツネだな。で、マリア釣りの。え、マリア釣らんでいいのか。マリア黒、身内切り。あー、ラストウルフ。ロディはエマ白。ミカは？いや、ミカ新目線さ、マリア・エマ黒歩くね。あるよね。ん？いや、ミカ新路線。ん？なんで？カレード紙入るから。カレードに陽光なら、霊能噛まない。まあ、噛むんじゃね？別に。ん？カリウドに陽光なら、霊能噛まない？まあ、噛むでしょ、まあ。いや、噛むんじゃね？いや、関係ないんじゃないですか？うん、関係なさそう。正直、この村、なんでもありだよ。そもそも、フルオープン部屋だし、キツネが何に出るかとか、予想不可だと思う。新聞にも、パンにも出ないけど。てか普通に、まあ、ルール上、強制はできないけど、フルオープンした方が良かったね。うん、いや、面白いっていうか、面白いという話じゃないんですよね。いや、これ。面白いかどうかじゃないんだけど。絵祭り。まあ、絵祭りだね。え？いや、絵祭り、うん、絵祭りだね。マリア確定黒だから、絵祭っていい場面。フランキーなら村勝ち目ありません。僕の後ろにミカ黒って言って釣れると思ってませんし、覚醒怖いですが、絵馬釣りましょう。
いや正直この部屋だったらね、狩人に陽光だって出る気がするな。猫股に、うん、で全然出るっしょ。現にエマ出れなかったもんね。わけわからんかったもんな、エマ。最後、何しようみたいになってたから。うん、エマは わけわからんくなってたもんな。これ、アンナ・フランクの決め打ちもさ、もう正直もう運ゲージャッジメントになってたから、なおさらきついよね。もう全部開示させて、新聞とパンクロス護衛とかさせ、まあ、呪われクロス護衛とかでもよかったんだよね。狩人の。狩人の呪われクロス護衛で、なんかもうガン守り、あ、でもダメだ。呪われクロス護衛じゃなくて、まあ、新聞パンクロス護衛で呪われぶっ殺していくみたいな感じの立ち回りが多分最高に強いはず。だまあ、呪われに多分、この部屋のデザインで言うと呪われに、まあ、狐が出て、っていうのが一番狐強いかもな。呪われに狐出るのが強いかな。うん、正直キスレなんか何するか分かんねえよこの部屋。キスレの動きは正直この村デザインだと何するか分からんね。分からんレベルやと思う。まあほぼ勝てないしキスレ。トリッキーな、うん、カリウド CO とかのは勝てる説ある。どちらにせよもうきついよな。ヒュー黒猫確定した時点でミカは当たり前に絵馬占いすべきと思ったけど、つかミカロディ、相互させるべきじゃねえか、これ。てか、これ、普通にクリス絶対噛まれるよね。まあ、フランクはクリス守ればいいのか。フランクが、フランク、クリス守り、ミカロディ、相互占いで、キツネ確定です。確定しにそう。ミカフ、まあ、ワンチャンのワンチャン、ないもん、ないかでも。まあ、ないか。てかさ、ミカギだと思うんだよね。だってロディがさ、確定黒作る、ロディがさ、確定黒作るメリットなんだ？意味わかんなくね？マリアに確定黒塗って。どうしたかったの？だからロディの動きがよくわからんな。マリアに確定黒なんか塗らずにさ、クリスに、黒でも塗っとけばよかったんじゃね。でも俺相当狼きついよね。ああ。え、これ何？どっち守ったのこれ。フランクは。ロディ、フランク占いしたのか。まあ、エマ・フォックスだと思うけど。まあ、マリア釣りで終わると思うけどな。じゃあ、クリス守りしかないんだわ。確定だから。ロディ白強心です。ロディは何し、ロディ、フランク黒猫、フランク黒。フランク黒マリアツールフ、エマ強心、ヒュー黒猫、アンナシーン。ミカキツネ、まあミカキツネ説は別にどうにでもなるよね。フランク、クリス守り以外存在 しなくね。クリス守り以外の場面存在しないっしょ。フランク突死、挙句の果てに。やべえな。挙句の果てに突死か。まあ別に護衛してなかった
ったとしても、あの占いが偽だったらやばいのか。三三になるな。延長希望。やはりフルオですね。やはりフルオでしたね。やっぱりフルオです、これ多分。そもそも、サンドラ呪われ期待してたのにな。エマ黒？いや、エマアンナ黒とかなくねえか。エマアンナ黒だったらもう終わってんだろ。エマはキツネじゃね？さすがに。キツネどこやねん？アンナがキツネ？アンナがキツネで回避して、フランクがシン、でエマ死亡、マリア黒って感じ？そんな、あ、でも、どうだろう。まあ、そうだろう。ヒューがシーンを持ってかないでゲル連れてきて助かった。マリア、ロディしか人がいない。エマ、相方は？嘘だろ、エマ。エマってるだけだろ、多分それ。じゃ、ミカ、新ルートってこと？なら、アンナがキツネ。キツネになっちゃうで。エマり始めたな。これ結構これ人狼、なんか人狼もキツネも勝つのどうなんだよ。猫股バトルとかでやっぱ勝たないと無理だろうな。猫股バトルとかで勝てばなんとかなった説あるよね。なんかなんでカリウドで出たんだろう今。ところで、なんで狩人で騎士をしたの？そういう打ち合わせしてたのか。だってさ、今？ん？あ、今じゃない、ごめん、アンナ。アンナなんで狩人回避？打ち合わせでもあったのか？猫確定させるの辛いよな。猫バトルで勝たないとこれ勝ちないぞ、狼多分。クロス無意味っしょ、ここ。猫バトルで勝たないと勝機なさそう。あ、クリスはこれでマリア釣りしたか。ロディも多分困っただろうな、これ。これロディも多分困ったで。いやー、やっぱこの1対1になる部屋って難しいよな。1対1部屋って、てか、なんでフランクわざわざ生かしたんだ。殺しといた方がよかったね、ワンちゃん。ワンちゃん殺せばよかったのに。ロディ狂信、マリア人狼、ミカ占い、トーマス新聞、クリス呪われ。ぶねー。ジェイレイの、アンナ陽光。アンドラ、アンナキツネちゃんじゃん。アンナキツネちゃんじゃん。ほら、やっぱ狩人仕様するでしょ。するっすよ。この部屋だってむちゃくちゃだもんな。な、サンドラ。サンドラ違うやねえかよ。キツネでも、狩人仕様、するっしょ。これ、割と、
危なかったぞ。はい、ということで GG オッズバイ。